あれか、このメンツでやったのキャラランク作った時以来だ。覚えましたっけ。僕はキャラランク作ったの、2択選ぶやつね。僕が勝負してないから。俺がどんどんライトさんに場所を教えてくる。だから今日は何気づきましたか、はい、まさに2択キャラランクの時の3人です。まあそうだよね、まあ、2択キャラランクでひたすら我々ね選んで、うん、まあ、キャラランクを作ったわけですけど、2択覚えてるかっていう半年後も。あー覚えてね。無理すぎる。マリオ、カムリ、ファルコ、パックマンあたりが争って。いや、そう、そこら辺覚えてるな。そこら辺覚えてるな。どっち選んだか。てか、ライクさんが来た前はないよな。いますよ、ちゃんと。ほんとに。これ、直後消えるんだけどね。これ、ちゃんとモニターの部分まで切り抜いてるのも面白いんだよ。1問目、どんどんいきますよ、これ。はい。バンジョー&カズイ VS テリー。あー、だから一番最初のやつじゃん。ライトさんいらなかった。それ、俺不可能だな。もう無理っすわ。俺もね、今ね、バンカズテリー、一番最初のバンカズテリーだったなっていうのは覚えてて、うん、どっち答えたっけっていうのはちょうど思ってて。バンカズかな。で、記憶との戦いもいいし、結局どっちが強いのでもいいし。これ、EOBC はいつでしたっけ。全然もうあと収録の後。そう、テリーかもなぁ。いや俺テリーかもな。ちょっとバンカズまだ弱いのに。バンカズ下の方で話し合いした記憶ない。ホント、テリーやらしたちょっと。バンカズさ後半でなんかじゃあグランデグランデ。俺バンカズの記憶はほぼない。バンカズ誰かみたいな話。えそうね、ナイトさんがいた時、いやバンカズにいなかったけど、下の方にいたバンカズと誰かを競わせなかったっけみたいな。そう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 。だから、バンカズと誰か競った時に絶対ライトさんの意見を聞いてるから。そう、そこでプロフェッショナルだから。テリーの方が強いじゃないですか。いや、俺もテリーって言ったような気がするな。だってテリーが強くないですか、普通に。まあ、普通だったらそうだね、うん、今でも。トリグリさんが結果を残したといえど、まだテリーの方が若干強そう。まあ、言って若干。うん。さあ、どうしますか、じゃあ。テリーで。テリーで。うん、僕はじゃあテリーで。そうだね。そうだね、というか。答え合わせ。はい、いいですか。本当ね。同じぐらいだよな。うん、まあ同じぐらい。バンカズの方が強くないですか。あれ。そこまでも聞いてない。理論的には強い、強そうだけど、怖いよ、どっち重視するか怖いね、気がして。まずが何人出てくるかの方がランクで重視される。あー。国でトップ48とかに3人います。大学生いるのか。確かに。あったな。大学生の研究理論あったな。2年間の大学生。いや、すっきりしてる。同じ感じで今。これは理由でしょ。これは理由だね。全部やんないから。分かりやすい。そうそう。じゃ俺参戦しないやつの方がいいな。俺参戦しないやつ分かんなすぎる。遅刻が二度響くとは思わないよ。あんまり大きくしない。なんとしかも。完成して終わりじゃないんだ。パルテナ VS ゲッチ。いや、俺ね、これ覚えてるんだよ。そう、これパルテナになったんだよ。あー、これ簡単か。でも、今見るとゲッチの方が強い。ベースっちゃいそう。この頃から宮さん、クソほど勝ったんだ。気持ちが強くて、一回騙されちゃいけない。うん、だからパルテナ、パルテナはずっとですよ。いやでもね、シンプルなはゲッチ派だわ。単純になんか、ゲッチの方が環境に合ってるかなっていう。あ、環境じゃない。ゲッチはこれからも上に続けそう。そう、環境って大事だよね、みたいな話は。とりあえずマブラ始めて、パルテナとゲッチどっちが強いのって言われたら、パルテナかな。それはそこで。まあ別にあんま変わってないですね、半年前の自分。そうだね、確かに確かに。じゃあこれからもこれ答える友達には。これは出るよ。なるほど。これはもう普通に上でおすすめするから。そうね、人さんなかなか来ないの。まだ1時間ぐらい勘弁してましたね、これ。そうだ、大学理論。これ大学理論結構熱く語って、ね、どっちだどっちだ。いろんな教育。大学理論マジ熱かったんだよ。で、将軍がドンキーって言ってて、うん、覚えがある。で、俺はリノリだった記憶があるんだけど。どっちだ、今やってみますか。2年間大学で、もう一回考えてみよう。研究室行ってもらって、換気して、2年後のかかり火に出場させて、はい、どっちだ、リノリだな。え、マジ。いや、ドンキーは上振れるポテンシャルはまあ確かにあるんだけど、うん、
なんか数を重視してましたよね。そう、トップいくつに行ける数みたいな感じで。そうそう、1回の大会で見たら全然ドンキの方が上に行ける可能性があるけど、これ結局どっちでしたっけ。どっちだ。緑派で、もう緑なんじゃない結局っていう。俺はいないけど、最終的に緑の方が低かった記憶がある。マジで？でも、ドンキーか。じゃあ将軍がご利用したってこと？あ、でも、ネットさんが緑だったら、俺ドンキーやり気がします。どういうこと？でも、寝た気がするんですよ。あ、ニートの投稿、これに関してなるほど。で、多数決する。で、ドンキーになったかも。結局、大学理論で多数決する。いやこう、出ない意思が。俺はリドリーって、ちょっと、あれ、あれ、将軍がリドリーになってるよ。突然変異の人が出てる。ああ、突然変異の人。突然変異の人。謎理論あったな。あったな。これ、もう全てが謎だもんな。これに真面目になってるのおもろいな。やったんだけど、確かに言ってるよね。知ってると面白いけど。まあそうですね。って考えて俺リドリーは2年以内に。あ、リドリーなりそう。まあ将軍がなんか丸め込めてる。出る可能性が高い。確かに。高い。やばい。高いまでいく。なんか10人ずつ若者。まだでも大学じゃないんで。まだ大学で捕まえるだけ。リドリーの方が総合成績が高そうです。言ってることでしょ。そう。グループには2年間リドリーとドンキをそれぞれ使おうとして対象実験。いや俺は覚えてるわ。今さっきこの大学研究理論って言った時に、うん、ドンキの方が結果出しそうって思ってるし今言った気はするんだけど、うん、なんかこれで突然変異のリドリー。そう。で、あれ変だなと思って、うん、パスさんから言ったんだよ大学研究理論。うん、で俺も。あの自分の意見を擁護してもらった手前あんま言わなかったけどそれだったらドンキになりそうと思いながら当時ね演説してるのを思い出してもらう。研究行った結果じゃあこれドンキかもなって顔してるから。そういや負け負けみたいな。ちょっと擁護されてもらったけどそうふわっとそうだねみたいな。擁護されてもらったけど緑の方が総合成績が高そうです。いや、負け負けみたいな。あちょっとしかねつら。緑か、これ。ドンキじゃねってなってるのがたまたま。そう、その前出たドンキっぽいなって思ってて。なんだけど、緑って。緑って。どっちだ。医師の総量理論そう、かぶけた危険ながら医師の強さで決定しようっていうね。そうそうそう、俺これいいやってやつは 0.5 とか 1.5 とかあったよ。やっぱりリドリーが強いな、普通にキャラは。普通に。次、3問目、ラックハントルカリオ。これ記憶あるな。覚えてる。これ覚えてますよ。確か、ルカリオって言って、ライトさんが医師の総量でダッカントにしたんじゃないですか。そう。思ってるぞ。ダッカントになるの？これは今でも、ダッカント。今でもダッカントの方が強いと思ってる。当時、もやもやした記憶ある。顔痛いですもん。お前、やっぱダッカント自体が知ってるからね。そう。ここで医師の力をライトさんに見せるから。いつ見てもおもろいな、ヤンさんのネタ。こいつきついなみたいな、オソマン。お、なんか勝てそうですよ。いや、でもダッカントは勝ってたと思う。いや、俺たち3人がルカリを擁護してるのに、なんか意志の力が。みんなで戦って。みんなが戦って。俺はもう、切り分けてた気がする、この時。みんな結構険しい表情してますよ。そうね。納得いってない。でも、僕は悪いことや。え、俺ダックハントいいよ。おお戦ってる戦ってる。何が言ってるの。何がローマされた。普通にこの先に切れてますよ。遅刻してるからね。これ止まっちゃうの、まさか。もう少し服装な顔してるのになんか。エッセナホの顔おもろいっすね。どうやってどうやって切り口を開けるか結局多数決ね。いやここ食いついてきた重量決ないと餌を見つけた。ダッカントっていう強い意見をダッカント使いが持ってるんだったら
ああ一種の総量来た。そうだから情報のパセリ。そう一種の総量で俺たちが折れた。だからでしょ。素晴らしい。まだ受け付けてる。まだ来てない。未だに今のところまだ来てない。DM でも来てない。いや、しょうもないことよ。彼も来てるでしょ。何言ってるんですか。そう、おっしゃってる、劣勢側の運みたいな顔が欲しいですね。絶対でも運となるよな、劣勢側。どうにかして切り消そうとする。いやー、正しいだろ、ルカリオは。ルカリオだけなんかに関しては、マジで。本当だ。これなんか俺ハルク押して負けた気がするんだけど俺はね結構多分これカムイ派だった気がする。そう俺ハルク派だった気がするんですよ。俺もハルク派だった気がする。で俺もカムイ派だった気がするこの時だからそこで割れて、なるほど、そうそうそう、で総量でカムイだった気がする。カムイにしてカムイとハルクどっちも良かった気がする。いやでも後でハルクパックマンとか戦ってなかったっけ。違うか。カムイ持ってハルクマン、カムイ、カムイベーマリオ、その辺みんなマリオみんな戦ってんのか。そらへんそうか、戦って落ちてってんのか。そうパックマンとかがでも俺らの予想はてか記憶で言うとカムイカムイファルコファルコ椅子の総量でカムイ理論、うん、答え合わせ。カムイのレフトちょっといやらしいこと言ってるよね。本当だよ。結構すぐカムイ、すぐカムイだ。団長の思い下がカムイ、まあでも団長、団長だ。共感した。面白いけど。ああ悔しい。これですか。これどうだと思う。ウルフ勝った気がするけどな。今聞かれると怪しいですけど。もう絶対ウルフだよ。ウルフ今だいぶ落ちぶれてるからこれ。今じゃなんならハルクより。半年前の俺らはウルフ信者だったけど。さすがにか。でもマリも相当強いじゃん。こんなところでやられるの。でも分かんない。こんなとこでどこだよって。今どこで戦ってるか分かってないけど全然 12% 身長 12% でこれ、あ、これどっちだ。どっちで答えたんだろう俺。俺リュカって答えた気がするな。なんか俺しずえで揉めた気がするな。いや俺でもこれさすがにリュカって言ったような気がするな。リュカだったと思います。俺しずえだった気がするんですけど、どっちかがどっちかのすぐ後ろまで来てるみたいなさ。あーあーだから姿勢がってことか。 でもどっちが前だったか忘れたの。なんかあのゲーム映像でどっちがどっちの後ろすぐ来てるみたいな映像が言ったのをやっぱりリクさんとかが編集で入れてくれたんですよ、はいはい、だからリュカじゃない選ばれたのは。リュカが選ばれた気がします。でだからロッキーさんが活躍してたから姿勢がすぐ後ろまで来てる。時系列的にはそうだよ。なるほど、言ったんじゃね。ピチューの国境どれか国境の話をした気がする。あーそれはした絶対。使われたか使われないか、ここは分かんないけどリュカだと思います。俺は静江って言ってる気がするな。静江ゆうこさんだよ。ほらあーそうですね。あさどういう顔これ俺宮城さんがルカの評価高い印象があったんですよ。俺でも静江なんて思うね。だからこれルカになるよなそんぐらいのことでふてくされてる。いやでも別にそんなの個性高いわけじゃないしルカ。でもこうそうなると思う。喋りもやっぱりなぁ。そうな顔してる。あぁ結構しゃべれかな人です。いや、しゃべって言いたいなぁ、これあ、これカット。あ何も言わないやこれ飲み込んだから。いや、カットじゃないですか。あ、カットされた。カットはなんないですかね、うん、カットされたんだというか対戦してて、あの行動うざいな、この行動うざいなっていうところはもう100億通り出てくるんですけど、うん、こいつこれで勝ってんなみたいな想像が一つもできない。しずえというそのコンスタントなダメージの取り方とハニワっていうロボットなセットプレイが相当評価を引き上げてるんですけど、ダメージ取るというよりかは本当に有利な読み合いを全部無視するあれでバシバシバシッって出して基礎締めるみたいな。サンプルだぞ硬直さん。あれあのリーチで、まあ一旦リュカでいいっすか。一旦リュカでいいです。まあ一旦これやっぱみんなの意見一致ではないから当然視聴者ともそうです。あーオッケー、これはもうほぼ完璧に覚えてます。ただカットされたんだっていうね。あんま確認しないよなそこまで。これは
これどっちって言ったっけ。え、俺ファルコン押した気がするな、俺は。月光丸を押した気がするんだよな。なんかちょっと思い出んだけど、前のファルコンフォックスでアイスクレみたいな接ったんだけど、フォックスになって次はじゃあ言うてファルコンかなみたいな感じだったんだけど、でもなんか揉めたので反対意見があって、それがパセさんだった。うん、激髄の重要性はすごい解いた気がする。あーあー、あったかも。そうファルコンだと思う、これが。行きましょう。行せ月光がです。お月光が、月光がファルコンだね。激髄の重要性これか。これドッキリされてんだよ。これがドッキリ。忘れた。そうその動画一本で何個動画作るの。あ、でも言ってない。同じことを言ってる。うん、いいよ。全然もあるけどさ、全く話してない。いや、うなずいてた。結構が使ってる人。ハルコンのところもずっとうなずいてた。確かに激戦力触るなと思って。これなんだっけ、ゼルダミュウツー。いや、これさ、なんかしょうもない話したんだよな、マジ。委員長出てこなかった、これ確か。パセリマンの委員長が。今はみたいな。ああ、なんか話を落ち着かせる。話を落ち着かせる。クラスの委員長。クラスの委員長出てきてる。スキリタイワングランプリ。そう。あれも下りがあったのがここだって。どうでもいい話題。そうですか。結局ゼルダになってたんじゃないか。いやー。なんかミュウツーのポテンシャルの話みたいな話して、で、パセリが今はゼルダということでみたいな感じの言ってなかったっけ。よく覚えてるな。すごいわ、そんな細かいところ出てくるの。ライドさん、これなんかされてる。これ、いきなりだよ。足のスラックス耐えてる。動画はあったのに、ちょっと顔が見られる。それはシュッとブレるから。自分で言っても面白いかも。切り抜いて使いそうだから。いや、なんかやられてるわ。これはアウトだね。やられてる。やべえ、ニートさんが過去形やってるの初めて見た。お前、初心者だよ。大きくするだか。ショップさんはあだめたかもしれないです、なんか落ち着いてくださいって言ってた。落ち着いてないから。ヒートアップはしないです。たぶんそう。ライさんはこの顔した後に、どういう結論つけたの？いや、顔だけして満足した気がする。そんなついねえよ。この顔芸って近くあって。ここで顔出したら意味わかんないよ。結構、ミュウツーを強いファイター、強いファイターだと思ってたんで、その時は。結構、ミュウツーって言った記憶がある。そうだよね。で、2-2なんだよ、多分。多分そうだね。俺も盛り上げた気がしてきたな。ミュウツー派手なことですよ。そう、俺もマジで分かんなくて、若干ゼルダかなみたいな。あ、そうそう。あ、ほら、ちょっと。あ、じいちゃん出てくるんじゃなかった、これ。過剰なまでのミュウツーネガ、本当はキャラパーがあって評価すぎて逆に過大評価になる。めちゃめちゃ知ってますね、この時にちょっと。満点ですよ。そうです、そうです。やっぱり着地は弱い。あ、いや、じいちゃん出てくる。ほら、すごいな。そうだよ。いや、じいちゃんね。ほら、これ。なあ。
これでパセリがなんか仕切ってきたなればユーズに固まってきた。仕切ってきたら、もう仕切ってきたら、いや違う違う、これでユーズ回ってくるこれ入ってないまとめでさ、嘘には思ってない、嘘って言うやつ何も、はい、はい、本当にそうです。おお、全部になってるね、ちゃんとマルス革命。これ熱量注げないな。これマジでどっち答えたか覚えてね。これ革命にしてなかったら結構アホじゃないですか、僕。まあまあ、アホの名前ますね。革命クッパで革命を選んだのは覚えてんだよ。俺は絶対クッパだぞって言ったんだけど、押されて革命さんって言うから。で言うと、革命になる。うん、革命っすよ、これ。ルキンとマルスがもう異様に離れてるやつあるんじゃないか。マルスマジで普通に強い。革命ってどういうふうに生きてるか分かんないな。いや、それだったら、あんまでも熱量なさそうな目のこすり方だよ。やっぱり強いことになりますよね、これ。マルス選んだら。そうなっちゃうよ。俺はどう思いますか。あ、さっきのやつで未来の相当してる。妥協してこい。クッパより上にいる可能性あれ、そう、マルスになりそうな、うん、まあ、先端は張りつつもそんなロゴスに離れることもないからさ、うん、僕はマルスでいいと思う。あれマジでマルス、いや、青くなりそう。青くなりそう。まあでもだから結局やっぱそういうマルスが離れてないけど、そうね、ある程度マルスも強いといいのか。じゃあ、まあ、でもこれ週1ぐらいで変わりそうですね。毎週今日朝7時にマルスが強い行かれた最近の革命かも。抜き打ちドーピング検査みたいな。ここで問題。急に現れる。でもこれはベルトになったんじゃなかった。まあでも今やったらルイージですよね。実際これはベルトになった気がする。これはベルトになったんで、そう、パセリがすごいルイージをしてたの覚えてる、うん、でも負けた気がします。でこれ以上ルイス下がったらユネパスタのどうにかなっちゃうよ。そうだそうだ、あっちゃうよ。そうどうかね。うん、ルイス、ルイージルイージって僕はもうあれ半分諦めてるもんね。俺ルイージって言ってるわ。そう、結構ベルスもやっぱり単キャラでやる。単キャラそうって、ルイージはキャラコンセプト的にそのいけるとこっからベルトになるよ。逆にベルトになんなかったっけ。そこはなった気がする。むしろベルトがそんな高いのだったら下にくなる。まあね、何が宣言で、これでルイージにします。おー、ルイージ勝った。ここでルイージが通ってたのか。まだいけないから。まだいろいろあったけどねって。でも俺たち間違ってる。まあ全体の答えとしてそう、ね、答えとしては間違ってる。これマリオ。マリオ。この画像おもろい。マリオが強い。マリオ。失望してる。さっきカービィのアスキーアートみたいになってる。ウニとかカニとか。カービィよく回るよ。で、この顔。パクリと俺とライトさんの。何言ってんだよ。呆れてる顔さんみたいな。ニートロさんはもう目をそらしてしまう。パクリも空見てる。手が合わてる。ライトさんがだいぶ近くにいらして。俺こんなバカだったんだ。おかしいな。何よ。まあまあまあ、それえマジ何言ってる。何で買ったけどマリオ。引き出されたマリオ。マリオ普通にウルだったと思います。これウルだよ。で、カムイのさっきの争い攻防あったじゃん。ファルコとかパックとか。ウルフちょっと上やな。ちょっと上。ウルフは一軍送りされるんですよ。多分二軍に行く。一軍が多分下の方にいたんだよ。あ、そうそうそう。ここからが地獄の始まりなんですよ。そうだね。パカンキンムズ。俺これどっちって言ったの？マリオって言った気がするな。俺どっちって言ったのか覚えてね。俺これカムイだと思います。この時期はね、多分ね、クラマとかが、露骨にオリンとか、このさんに怒られて、スティーブ無理やんみたいな。マリオしてるガチきついノリがあった気がするんですよね。
いやー、マリオ。いやー、これどっちだ、これ、なんか多分今日一番の難問じゃない、多分。この辺のやつだそう。マリオって言ったか、カムイって言ったっけ、わかんないな。今、考えるして言ったんだろう。あ、でもカムイ負けたかも。なんか俺カムイ結構押してて、下げられすぎて、切れた記憶ありますよ。あ、マリオってなるんですよ、多分みんなの気持ち。俺はカムイって言います。なんかそんな気がする。行くか。はい。すべて正しい。負けたもん同士。マリオか。おー、言ってる。マリオカムイで飲みすぎて臭かったんですけど、あったかい。対戦してたり、内容を見てると、やっぱ相当強く見える。めっちゃなんか、泣いてる。泣いてる。泣いてるな、これ。号泣してるわ。両手の作業ってないの。なんか、意外なところが対戦してるっていう。そうカムイがパンで結構不安定みたいな宮本さんの下で行ってもちょっとミスるトラメがカムイすぎて草でも負けて負けてくれこれ一種の総量相当カムイが高そうねえこっからマリオが負けた理論出てきたあでもこれカムイって言ってこれいいねいいねカムイになりそうだな。いやでも俺は寿命激戦のことを引き出してた。言ってみたいな。マリオは寿命激戦。おお。一時一刻楽しい。ヨッシーと同じって面白いね。そうそう。こういう激戦の強さがマリオは。で俺はやっぱさっき言ったように結構激戦。うん一貫してますね。マリオは俺は結構むずいって言われるキャラじゃないと思ってる。上振れたらそんだけ早く死ぬし。だいぶ丸め込まれてる。そうだね。なんか形勢が変わっちゃったね。今でもこんな感じですよね、マリオ。最近のキャラ的に。あれ？激戦の話で言ったらそれって言われたから、他の要素になるんだったらつまりはまた。結構。マリオスって草は買っています。草は買っています。おお。この辺もやるからこれはマリオなんじゃないこれはマリオなんじゃないさすがに決まったのあ、そうマルコも低すぎてマルコはそう、なんかこのパックマンと戦ってた記憶違うな、なんかビオとかとは戦ってたかなこれはマリオ、絶対マリオこれはマリオ俺はファルコって言うと思いますよでもマリオって言うと思いますマリオかなって言いそうなってなるとマリオ俺もえ、そう、なんかそうねファルコが下がっていくことに対してはみんなの絶望俺はマリオって言ってるこれ絶対ウルフマリオはまあウルフだろうってなったけどマリオもそのぐらい強いと思ってて結構この組み合わせなんかそうだねこれはマリオになっちゃうだからそんな弱いと思ってないんですよマリオマリオと言って草ですかね草ほどではないけどマリオかめっちゃうまいねいやよ危ないかなもんね草ないんじゃない斜めてはいるけど気持ちはこっちに今思えばそうですお願いしますえ、これどっちって言ったいや、覚えてない全然覚えてない俺は絶対ゼロさんも知ってるんですけどポケトレになってそうじゃんうん、なんか負けた気がするいや、俺は絶対ゼロさんも知ってるここでジャスマリオン出てきたのかかもゼロさんも言ってると思いますけどポケトレになった気がするポケトレになったっけいや、俺はなった気がするえ、どっちだ俺どっち言ってんだろうポケトレ選ばれてんじゃない僕はゼロ様派ですおあれあれゼロ様選ばれてるそれでも守りが強い俺ゼロ様好きやねんいいじゃないですか、いい流れだジャスガとかに対しておー出てきたジャスガレロン出てきたジャスガとかが流行ってるから空軍とか攻撃トラ技読み合いを拒否れる技を持ってるキャラが希少で結構いけてるなって空軍とか思ったんですけどまあ空軍はまあ実際クソ強い技なんだけどでもこいつ空軍だけで食ってるわけじゃないから空軍の空軍もあるプレじゃんゼロさんとしかも撃墜するときってそういう技多く来るやん空軍やのにそこがどうしてもジャスが取りやすい、うん、空軍は特に堅実ですがめちゃくちゃ空軍ジャスが取られちゃったときあるセットだけゼロさんの方が強いと思うお、粘るおっと出てきたぞ。すごい天然な。これは不思議すぎる。さすが120。セッター判断による。120で多分これ字幕でね。そう消えてるから。ポケトレ。あ、これ。左が緑になってわからないが。さすがにちょっと上げの力が強いで強いなって思っちゃう。
その後多分記録がボソボソと行って終わってるじゃん。ピーじゃなかったよ。そう。ボーカウってボーカしきれない空気感。ねえ、じゃあ。でこれは。ゼロ三。ゼロ三じゃん。さすがにそうなったよ。そりゃそうだ。ハハ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 リバースちょっと一回もう一回見ていいですか。三重戸さんの一連の動き狭そうすぎてちょっと思いました。先が見えてるわ。ごめんごめん、こうやってたのこうやって出てるもん。これどっちだったんだ。これでも結局ホムヒカになったんだっけ。これどっちだったっけ。これホムヒカになった気がします、ね、ホムヒカだったっけ。俺はロボって言うと思いますけど負けた気もする。ロボね、なんかちょいちょい負けたりしてんじゃん。じゃあホムヒカか。俺はロボだった。普通負けてるってでもどっかでなんかロボットが一回負けた記憶がある。ああ、まあ、これで選べたらホムヒカになっちゃいます。俺もなりそうなロビですよ。俺はホムヒカで、俺はホムヒカなんで。あれ、あ、そう、まあまあでもホムヒカか。ホムヒカ、ホムヒカなんだ。うーん、じゃあここがあれか、そのロボが負けた珍しいパターン。俺3分の1ぐらい聞いてない。体の目がもう3分の1ぐらいになる。全然あるね。ああ、ソニック。これね、覚えてます。これどっちだったか。これはソニックだったはず。いや、うん、任せて。ああ、なんかあんまね、喋んなかった気がする。あ、リキャリオンか。ソニックか。いや、俺のボックスって言ってソニックか。これはきつい。安定しやすい。でもね、安定感は長いね。で、いや、俺も、うん、これめっちゃ議論してきてる。そう、ソニックのボックスは結構いけば、うん、電子がちょっとね、そのなんか機嫌な表情したんですよ。俺何て言ったのか覚えてねえわ。どっちだったんだろう、俺ボックスだったのかな。ボックスは気持ちいいとかじゃなくて、あ、そういろいろ分けて考えたになってきたかも。申し訳ない、ソニックいいですか。ソニックになってきた。まあまあいいんじゃないですか、ソニック。ライトさんだいぶ、そうね、思ってた。このニューヨークスペースが広くなって、ニューヨークスペースでだいぶ広そうだよ。だいぶ広そうだよ。ニューヨークスペース、ヘトさんのスペースは変わってないですよ。そう、ニューヨークスペース大黒柱みたいな。そうなんですよ。だいぶまあ残りはね、動画見てもらえばわかりますから。え、終わりこれね。なるほど。いやいやいや、結構ね、多分いい問題がね。あ、そうそうそう、それはある。ということどうでしょう。結構正答率は高くないでしょ。割と半年経ってても覚えてると。意外に覚えてた。いうところで、まあやっぱマリオ仮面みたいな結構怪しいところはちょっと怪しかったけど、大体あんま意見も変わってないし、この時の記憶もちゃんとありそうだなというところで、まあ、振り返って、まあ、半年後でも覚えてるのかクイズでしたと。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。